はい、それではね、こちら天日干しワッシャー加工のね、金沢レースのね、紹介になります。はい、でまずね、この生地の特徴なんですけども、レースのね、産地で有名な、金沢のね、刺繍生地になります。で特徴的なところはね、大量生産にはないね、こうぬくもりを感じれるようなね、本当にこう繊細な、刺繍を、楽しんでいただきたいなと思います。でプラスですね、この天日干し加工なんですけどね、このナチュラルなワッシャーなんですけども、これはね、京都でね、また職人さんが丁寧にね、こう加工ねしてくれたんですよね。本当にね、こうぬくもりがこう詰まったね、繊細なね生地をね、ぜひね楽しんでいただきたいなと思います。はい、でベースの生地なんですけども、こちらねコットンキャンブリックですね。ちょっとねこう軽やかな素材感のあるね、生地になるんですけども、ワッシャー加工とこう刺繍がねこう施されているので、程よいねこうボリュームを感じることができます。厚み的にはね、本当にこう中肉厚でね、こう春から夏にかけてもいいし、オールシーズンね使っていただけるような、そんなね、厚みなんじゃないかなと思います。でカラーもね、このブルーグレーですね、フォグブルーカラーをね、がね本当にこう作品をね、こう大人っぽい雰囲気ね、こう仕上げて、くれるんじゃないかなと思います。はい、以上になりますね。このね、こう名産地ならではのね、ぬくもりをですね、ぜひね楽しんでいただきたいなと思います。ティアードスカートを作ってみました。三段切り替えの、ね、デザインなので、今回は刺繍の生地に引き立たせるために真ん中に使って、上と下は、ね、無地の、ね、配色で楽しんでみました。でより引き立つんじゃないかなと思います。でね、三段スカートなんですけれどもね、切り替えのところに、ね、ギャザーがないタイプなんですね。なのでティアードだけれども、すっきりと見えるシルエットでね、履けるのが嬉しいデザインになっております。素敵ですよね。これからね、夏にかけてね、履きやすいんじゃないかなと思います。でね、今回は刺繍の生地ね、スカートに使ってみたんですけれども、ブラウスとかね、ワンピースとか刺繍だけで作っていただいてもね、素敵な作品に仕上がるんじゃないかと思います。ね、ぜひね楽しみながら作っていただけたらと思います。